トラバンチャンネルスーパーコスモグループプレゼンツトラタマプレミアムこの番組はパチンコスロットスーパーコスモグループがお送りします皆さんこんばんは ABC の高野純一です NAB48 の川上千尋です トラバン主義の ABC ラジオが阪神タイガースを応援するトラタマプレミアム今日も生放送でお送りしていきますよろしくお願いしますチッヒーひひと、はい、私、はい、WBC 日本代表と阪神タイガースの強化試合、はい、見てきました見てきましちゃった見てきましちゃったね <laughs> 興奮しすぎちゃう、チーヒ見てきましちゃったよ。はい。で駆けつけてきちゃったよ。はい。ね。いや、もう、でもね、いいものが見れましたね、すごく。あの、大谷翔平選手の二打席連続スリーランは。見られました。またね。いや、じゃ、どうでしたか、チーヒいや、もう、あの、打ち方で。あのホームランが打てるんだという。ね。なんか、球場だからこそ感じる迫力というか。はい。 そういうういいのがありましたね,したねオーラというか,ししなんか私も膝ついてホームラン打った人初めて見ました2本目ももうね富田投手もいろんなボール駆使してましたけど<や>なんかもう最後は吸い込まれるようにね、はい、しかもフルカウントからのホームランがめちゃめちゃ興奮しましたね、はい、あの私たち4時半会場でね,、はい、ねもうすぐに球場入りしましたけども、はい、そこの雰囲気はどうでしたかいいやもうあのいつもうつ ーセラドーム、はい、阪神戦の時とかも<っ>満員の時はもちろんあるんですけど、はい、やっぱりその練習から見ようっていう人が多すぎてうん、うん、大行列ができてるのが、はい、いやこんな人。 いるんだ京セラドームって思いましたね,ね日本代表の選手たち特に大谷翔平を見たいという人たちが4時半から集まって、はい、もう大谷選手が出てきた瞬間の拍手の量というか、うん、それも驚きましたねあのやっぱ基本がホームランですね,ですね思いましたバッティング練習見てて、はい、やっぱり死んで捉えてたら全部ホームラン、はい、片手でもホームランでしたからた <laughs> で試合でもそれが続いてた、うん、結局もう あってればホームランなんだという。すごいね。いやもう余韻がすごすぎますね。いやちょっとね、本当ね。なかなか言葉が出てこないぐらいすごかったですよ。京セラドーム大阪。確かにボケャブラリーがちょっと薄れていく。いや、あのね、やっぱ。私はその日本代表見ながら、横目でちらちらチーヒーの方もね、チェックしてましたよ。チーヒー、あの望遠鏡で我々が。ジャパンの選手見てる時に、やっぱ阪神の選手のウォーミングアップ見てましたもんね。 望遠鏡で、はい、でその望遠鏡越しでスマホを取り出して写真撮るんですよ。はい、望遠鏡で大きくなってる里ってると梅ちゃんをスマホで撮るみたいな。はい、そうですね。すごいことしてましたね。はい。で、あのその阪神の選手たちがウォーミングアップ中に、うん、あの大谷選手が、うん、あのバッティング練習されてたんですけど、はい、その もう全員が大谷選手を見てるんですよ。その写真も撮りました。<laughs> <laughs> 大谷調印じゃなくてね。晒すねよ撮ったわけね。そうです。うん、もうあんなにね、顔見、あのー、してる。 メディアのねツイッターで速報的にこう両チームのスタメンがね写真であの上げられるんですけどえチヒちょっとスタメン見せてって言ったらタイガースのスタメン見せましたかね最初にいやさっきに大谷ナンバーが知りたかった個人的にはやっぱ最初は阪神の選手かなと思ってうんうんうん一番近本それは分かってるわいみたいなううんん面白かったですね近本選手もホームラン打ってねいやもう見せつけましたね俺を選べよっつってはいいやあのホームランも見事でしたけども引き抜いてほしいですね今日で <laughs> 明日,明日シしれっと近本がジャパンのユニホ来てるみたいな、はい、あるのかな、まあ、今もね、続いてますけども、はい、ちょっとね、今日は日本代表が大谷の大活躍でリードはしてますけども、はい、まあ今日だけはタイガース負けてもいいかなみたいな感じはしてます,けどすね。日本がやっぱ強くないと困りますから。さあ、この後は、タイガースモードに入りますよ、はい、この後は沖縄でチッヒーがインタビューしてきてくれました、プロ3年目、村上正樹投手の独占インタビューです。虎の心 阪神タイガースの選手のインタビューをお届けするこのコーナー今週はプロ3年目村上昌輝投手のインタビューをお届けします投球、はい、に対する意識が変わったという村上投手そこにはタイガースのあの選手の言葉がありましたじゃあ連日のキャンプお疲れ様ですお疲れ様ですここまでキャンプしてきてどうですかそうですねだいぶ充実してますし、うん、本当に自主トレでやってきたことを継続して でできててい,いいいいるるのキャンプになっているなっと思いますあの青柳投手と自主トレされたと思うんですけど静岡で気づいたこととかかありますかなんか本当に単純なことで足ついてからのタイミングで投げるっていうか、うん、そのタイミングを自分なりに解釈しながらやっていってそれが今いい形にはまっているので良かったなという,うに思いました。 今のキャンプでも青柳投手といっぱい話されたりしますかそうですね、だいぶ八木さんもその自分の投球を見てくれますし、うん、自分も八木さん投げてるのを見て、いろいろこうでしたねとかいうので、そういう面ではいろいろ話させててもらってますうん趣味の話とかされますかまあアニメ とか、ね、漫画、うん、ヤギさんが詳しすぎるんで <laughs> 確かに詳しすぎるんで自分はちょっとついていけないんですけど<笑><笑>好きなアニメとかかあるんですか自分は配給が好きなんで<ー>配給を進めてるんですけどヤギさんにはちょっとまだ見てるけど、はい、まだ伝わりきれてないって感じょので残念です残念ですね<念>私自身アイドルでパフォーマンスするときに過度な期待をされてしまうと、はい ちょっと小さくパフォーマンスしちゃうというところがあるんですけど、はい、自分のメンタルの持っていき方とかコツはありますかそういういに今自分も最初入ってきた時は、まあ、そういうふうにちっちゃくなってたんですけど本当にさんとの自主トレで余裕ができたっていうか、うん、いろいろ、まあ、ランナーノーアとランナー1塁出ても、うんあまあ、0点で帰ったらいいやっていうような、うん、まあ3人で抑えてもツーアート満塁になって0でも同じ0は0だからっていううに言われて。うん 内容の質を求めすぎてたってところがあったので考えすぎて本当に内容、内容の第一ああ、いい当たりしちあかんみたいなそんなふうに思ってたんですけど、うん、ライナーでアウトでも三振でアウトでも一緒のアウトはアウトやからそこでだいぶ余裕ができたんでそれが良かったですね考え方の変化っていう、ね、そうですね考え方の本当に変化でそんなに焦らなくなりました、ね、ちなみにあの好きな歌とか,ありますか好きな歌歌手っすね 緑者かかバウンディーかが好きですね NMB は申し訳ないですすいませんありがとうございますぜひ聞いてください嘘でも言っとけばよ今日から今日からいっぱいお願いします今頃歌ってるわ NMB を, N をありがとうございます。村上投手。投手 <laughs> いやいや、お疲れ様でございました。ありがとうございます。やっぱり同い年なので、そうか。はい、そうなんです。同級生として、やっぱ応援してるところもあるんですけど、二、うん、軍では今まで一年目、二年目と無双してきた投手なので、そ,ではい、そろそろやっぱり一軍での活躍が見たいなという期待もありまして、はい、あのー。 ね、西純也とか才木、はい、とかよりかは目立ってないですけど、はい、実はね専門家の皆さん結構評価してます,す、ね、解説の方と喋ってるとでなんか見てたらストレートも勢い出てきてるような気もして、はい、先日も二軍戦の方かな、はい、練習試合でいいピッチングしてましたし、はいやってましたねいやちょっとあると思いますよいやー見たいですね今年はいっぱい岩佐リリーフとかも言われてるから、はい、どこかでバーンって行ったらそのままおローテーション 確かにあると思いますコントロールもいいしはいみ<ー>たいですね楽しみにしましょうはい、では来週も引き続き村上正希投手の独占インタビューをお届けしますお楽しみに以上虎の心でした阪神タイガースを応援する虎玉プレミアムここでプレゼントのお知らせです先ほどインタビューをお届けした村上正希投手のサインボールを1名様にプレゼントしますご希望の方はメールにてお願いします宛先は玉アットマーク abc 一ゼロゼロ八ドットコムアルファベットの小文字で t a m a アットマーク a b c 一ゼロゼロ八ドットコムです。当選発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。また番組へのご意見、ご感想もお待ちしています。えー、というわけで今日は、はい、サムライジャパンと阪神タイガースの試合が今も行われていますけれども、それ、はい、どうも大阪に私たち二人が行ってきました。あのその他でどうですか？チヒ、はい、あのタイガース 敵目線、地域<ー>敵目線で、この選手とか、もちろん侍ジャパンでもいいですし。そうですね。やっぱり昨日オープン戦見に行かせていただいたんですよ。はい、オリックス対。はい。五時<人> <laughs> <継>に。あら。そうなんです。井上康太のホームラン見た。み、見たんですよ。完璧でしたね。もうあれはたまらなかったですね。よう、なんか。今まで期待されてた井上選手が、ようやくこう、うん、その期待を、はい。 パワーに変えてててくださっっるなっていう感覚がめちゃめちちゃゃ痺れました、うん、あのこれまで変化球打つのうまいって言われててまっすぐを打てるかっていうところが課題ちゃうかっていうのも岡田監督もおっしゃっててそのストレートを完璧に捉えましたしその前のホームランなんかもインコースうまくさばいてホームランっていうのもあってで昨日のホームランの後の打席もコンパクトにね打って。 沈んでたんかなあれも早いボールだと思ったんで、うん、ちょっとねコンパクトな感じのちょっと目覚めつつありますそうですだから余計にライトレフトの争いが激しくなったんじゃないかなと、はい、ねはい、ノイジーの状態によってはレフト井上うん ライト森下。ありますよね。ありえますからね。夢もあるわ。いや、もう若虎が躍動してて。はい。素敵ですね。いいですね。あの、今日も佐伯投手ね、あの大谷。には打たれましたけど、あのフォークもいいボールだったし。ね。富田投手もいい経験だし。本当に。今西純也はすごくいい感じで抑えてるみたいだし。フォークが。 フォーク149キロ出てましたから、西純也。めっちゃ落ちてました、ね。山本由伸と。はあんまり変わらなかったです。はい、すごすぎます。<laughs> いやーねー。あのー、今日のね、ちょっとこぼれ話で言うと。はい やっぱ大谷選手がなんかやっぱ5時ぐらいに出てきてバッティング練習始めたじゃないですか、はいはい、あのあたりもこうファンの方たちが待ってるの当然分かっててなんかブルペン入ってたみたいですけどその前にでようやく最後に出てきてバッティング練習で打ち続けてっていうのもなんか良かったし、はい、よかったですねファンの心分かってるというかその後一、はい、人でウォーミングアップいやもうあの外野のエリア一人で使ってずっと左中間にいらっしゃいました あのウォーミングアップ <laughs> 一挙手一投足全員見てましたからねもうねみんな首が同じ方向に動いてましたで合間にサインね,そうですねあれがまたメジャースタイルだなと思ってスターでしたねこれだなっていう感じがしましたね、はい、あとね あの日本代表があの守備終わって三塁ベンチに帰ってきたんですけどああいう時にまに特にファインプレーしたとかじゃなくてもみんながハイタッチしててなんか侍ジャパンも一体感出てきたなっていうのも,、うん、かもよりチームワークが深ままってますね中野選手もね今、出場してるし、はい、岩佐投手がね侍でこう一回り、二回り大きくなってタイガースに帰ってきた、うんそうです。いいものを吸収して ねえはい、楽しみですねはい、あのー、日本と戦う阪神そして韓国とも戦う、はい、でまたオープン戦が、ね、再開されていくっていうところなので、うんはい、また開幕に向けてねトラタマプレミアム追いいいいけててきたいと思っています、はい、生放送でお送りしてきた「トラタマプレミアム」お相手は ABC の高野純一と NMB48 の川上千尋でした毎週月曜夜8時45分からの「トラタマプレミアム」来週もお楽しみにこの番組はパチンコスロット スーパーパコスモグループがお送りしました。